この度転校してまいりました鳴ヶ崎カンナでございます。ええー、そうですね。アメリカに住んでおりましたので一応帰国子女ということになりますでしょうか。え？スリーサイズですか？そういうのはちょっと仲間だったということで越してきたのが父の実家でありまして神社なんですね。なので巫女として境内の掃除や祝詞をあげることもございますね。縁日には屋台も並びますのでぜひお越しくださいませ。学校ですか？転校早々クラスメートの皆さんにはよくしていただきまして早速お友達もできたんですのよ。ナズキン、ミヤピン、アケノン、みんな素敵な人たちで。ん？この呼び方ですか？もちろんニックネームですわよ。日本ではあだ名をつけるのは友好の証なのですよね。はい、そうです。私が考えましたのよ。響きがよろしいでしょ？え？友達は置いておいて他に気になる人ですか？そう言われましても、あ、気になると言いますか、衝撃的な出会いをしてしまった方なら上杉高也君というクラスメートなのですけれど、上杉君はアケノンのお兄さんでナズキンとは家もお隣同士であるとか、その上杉君とは登校以前に商店街で偶然出会っているのですけれど、その時にその少しハプニングがございまして詳しくお話しするのはお恥ずかしい内容でして、私がなんともドジと言いますか不注意だったので上杉君にはご迷惑というか驚かせてしまったのですよね。その後に学校の教室でその時のことを思い出されたナズキンと上杉君が二度びっくりというようなことがありましたの。なので気になるというか印象深い方ではありますね。でも私が思ってるほど向こうは気にしてないんだろうな。そうよ、私なんかじゃ、なんか落ち込んじゃう。え？わ、私今何か言っちゃいましたかしら？いえ、何でもございませんのことよ。お気になさらず。それでは、これにて失礼いたしますわね。ごきげんよう。プレイステーションポータブル専用ソフト、実は彼女に表裏がありました。 ADV 俺の彼女の裏表、ピュアスイートハート、2013年12月19日発売予定。予約特典はこちらです。